福島県奥会津只見町。美しい山々と清らかな川の流れから水の里とも呼ばれる只見町では、長年培った伝統の技が今も息づいています。自然の風合いをそのままに見事に編み上げられたザルやカゴ、これらはすべて只見町で採れたマタタビで作られたものです。マタタビ細工は弾力があり、竹のようにささくれることもないため、手に優しく丈夫です。只見町では昔から生活用具として使われてきました。小さい頃からマタタビ細工を作り続けてきた鈴木慎介さんは、70歳を過ぎた今も丹精込めて作り続けています。60になるちょっと前に始めたんですが、年取った人がこれ作ってるのを見て、これこの年取った人が亡くなったらどうなるんだろうなと思ってやり始めましたが、今やってるのは近くで私だけなんですよね。誰かに引き継ぎたいというふうな思いでいます。今雪深い農閑期の仕事として代々受け継がれてきたマタタビ細工、伝統の技に触れてみてはいかがですか。毎年恒例の水の里祭りが来週28、29日の2日間只見川公園を中心に開催されます。28日は岩名つかみ大会やカブトムシつかみ、ストーンペインティングなどを実施、その他ステージイベントも開催予定です。さらに夜は花火が打ち上げられ、夏の夜空を彩ります。29日はブナの天然林を散策。お問い合わせは只見町商工会、電話 0241-82-2380 までどうぞ。